行こうか。 Ура!
やりましたね。その力を見せなさい。マスティモンの力で平行世界への入り口が開いた。ここを通れば別の次元時空に飛ぶことができる。あなたの探し物はそこで見つかるでしょう。やるならブイブイ一人でやればいいじゃん。
って私テレビも見たいし漫画も読みたいし。何言ってんだよ、僕の力が奪われたままでもいいの？はあ、それは困りんぐ。どうしよう。その探し位置は白身です。あなたの探し物についてカメラに尋ねています。きっと導いて。僕の力をこっそり奪われちゃったんだ。だからバルバルをボコってブイブイの力を取り返す。主に君が。ではレロレロワールドから来た助っ人よ、私たちのリベンジバトルに付き合ってください。私こけちゃった。
くぞブイブイ。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。続けていこう。君がいてくれてよかった。大丈夫、行こう。続けていこう。あたしたちってやっぱ最強。いくぞみんな。ほら、みんなよく頑張ったね。やったというのにわざわざやられに来るとは。お前たちから奪った力でわしは大大大魔王となり、この世界を征服するのだ。
ところでどうじゃ、もしもわしの配下になるなら世界の4分の1よ。好きあり。とは触れてやる。うわうわ、リーナ、君って人は、ああもう。入り口にしてくれるわ。行け。いい加減に技の名前くらい覚えてよ。毎回適当すぎるよ。そう？まあいいじゃん、勝ったし。覚えておれ。
わしは何度でも蘇るぞ。な、どう？ありがとね。おかげで助かったよ。んで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 、これが君の会いたがってたブイブイことアルフォース V ドラモンです。リナ、君は本当に軽いな。それで君は僕に何の用だったの？そっか、君の世界が大変なことに。分かったよ、次は僕が協力する番だ。リナ、僕は。うん、分かってる。いってらっしゃい、ブイブイ。私はいつだってブイブイのことを応援してる。たとえそれが遠く離れた世界だったとしても。リナ、もう早く行っちゃいなよ。涙なんて私たちらしくないじゃん。目的は果たしたわね。それじゃ入り口を開くわ。戻ってきなさい。リナ、僕絶対帰ってくる。帰ってくるから。ブイブイ、必ず必ずまた。あ、リナ、リナ。おかえりなさい。これであなたはスレイプモンに対抗する力を得た。篠宮リナに感謝しないと。うむ、あの美少女に感謝しなければ。お礼として全財産を貢がなければ。あれ、なぜだかおぜんざいが食べたい。おあんみつも食べたい。リナ、来ちゃった。来ちゃったじゃないよ。さっきの感動的な別れは、僕の涙は。ブイブイ行くところ、あたしあり。てかパラレル上等、面白そうじゃん。はあ、ほんとに無茶したわね。生身の体で時空の裂け目に飛び込むなんて。あり？問題あり？問題かどうかはあなたの受け取り方次第ね。次元時空は生身の肉体では超えられないのがルールよ。だからあなたは今肉体から無理やり分離されて電脳体として存在しているわ。電脳体か。だったらなし、問題なし。リナ、分かってないだろうから言っておくけど、電脳体っていうのは僕たちデジモンみたいなデジタルな存在ってことだよ。え、そうなの？私デジモンになっちゃった？っていうか、私の可愛いボディは？プリティボディは？残念ながらあなたの体は無事よ。あっちの世界にとどまっているわ。戻る気になったら私に言いなさい。送ってあげる。そうなんだ、ならよかった。ぬる、でも残念ながらって言わな